やっほーこんにちはモノクロの毎日やっーありがとうおむすび食パンありがとうございます おんぱありがとうおむすびありがとうございますこんにちはおつにじやほーハート食パンありがとうございます なんかさ今バグったんだけど画面が固まってたあっ音符ありがとうございますハートありがとうありがとうおむすびのプレゼント箱ありがとうございます皮ありがとう ピーカーピーカーお茶ありがとうございますヤホニジミルクありがとう夕方メール届きましたかお茶ありがとうなんか最近ちょっとメールの調子が悪くてあのうまく届かないことが多いんですけどそう昨日もお休みメール送ったんですけどあの届かなくてなんかもうって思いながらもうめちゃくちゃあれ配信ができないのが悔しいって感じだったんですけど。 ありがとうハート何でも食べますよありがとうね今日もなんか美味しそうなラーメンをポストしてくれてお茶ありがとうミルクありがとうございますバナナは熟してえやっぱりうちもそうですえでも気分かもミルクお茶ありがとうございます唐揚げいいなうちは今日ヘルシー大根に大根お肉を大根で挟んだやつ食べました ミルクありがとうございます。バナナ来た。え、バナナ来たじゃん。バナナ来た。ミルクありがとうございます。お茶ありがとうございます。いや、なんか、そのメールの内容が、これは送れないみたいな内容だったら、あの、連絡が来るので、あの、直接、このメールは NG ですって。ありがとう、おにぎり。ハートありがとうございます。ミルクありがとう。あ、スタバに行けなかった 私もまだ行ってないですえ自己備えハーバナナおしゃありがとうミルクくまのパンありがとうございますそう大根でお肉を大根で挟んだヘルシーお肉でしたねハートありがとうえ大根スライスで豚肉挟んだって全く一緒かもしれない大根スライスで豚肉挟んで食べたんだけどえま全く一緒かもそれ ありがとう結びお茶ありがとうございますピカピカありがとうございますそう最近ちょっとメールの調子が悪くてあれなんですけど完熟派え本ほんとだかさ前髪がどんどん伸びてきて眉毛と同じ長さになりました ミルクありがとう食パンありがとうございますお茶ありがとうおむすびコロリンありがとうございます昨日ノーネーム出演してましたハートありがとうございます最近国民ねやばいよねみん国民があの桜の風景きれいな風景と食べ物で美味しそうな食べ物で埋まってますとてもありがとうございます誰もありがとう そうここみんありがとうって言われましたこちらこそですそれは青緑ありがとうございます今日はすっぴんですねバラありがとうございますお茶とミルクありがとうございますミルクがめんどくさくなっちゃう時があるピカピカありがとうございます やっぱりメイクした方が全然気分も乗りも違うしショールームとかメイクしてる時の方がなんか多分みんな可愛いって思うと思うしやっぱりメイクしてた方がみんなも嬉しいじゃん多分分からないショールーム見てるみんな分かんないけどメイクしてた方が嬉しいじゃん多分とか考えるとあのメイクをしたいなって思うんだけどそのメイクを落とすのが本当に嫌なんですよなんかメイクするのは全然楽しくて好きなのメイクするのはでも お風呂でメイク落とすのが本当に嫌いでなんかお風呂であのメイク落とすじゃんそのそれをあるって考えるとお風呂に入るのがめっちゃめんどくさくなっちゃうのでメイクしてるってなって「あお風呂入んなきゃなメイクしてる」ってなる応援してるありがとう」「みんみんここみん」はんかうちに見てほしいこととかメールの返信とかは全部見てます メイクしなくていごこみも大好きありがとう嬉しいですそれはとても無理しないようにありがとうおむすびありがとうございますこんばんはなのでメイクがお風呂嫌いになっちゃうんですよねメイクのせいで ありがとう食パン。わかるよねえ。でもね、めっちゃメイク落とすのってそんな大変じゃなくて、普通にこうやって顔をこうやってやって、こうやってやって、こうやって,って顔でお湯で薄くらなんだけど、それが本当に嫌なんだよね。それまでが。それまでが嫌になっちゃう。ハート食パン、ありがとう。何でもかいからいいんだよ。ありがとうございます。嫌さめ。やばい、日焼け止めのないとやばめうちも。なんか、 ママがわざわざ机の上にねうちがメイクするときとかうちがちょっと練習してくるとか言うと外出るじゃんそれでってなるとママがわざわざね用意してくれるの日焼け止めを机の上にママにうちは結局つ,かないつけないで出かけんのでママに「今日日焼け止めした?」って言われてしてないって言うとでされる日焼け止め今日塗ってった塗ってないでされるはたりがとかえもう知らないよ って言われる塗んないとそうクレンジングが嫌なんですお茶ありがとうお茶ありがとうございますめっちゃ面白いね知らないよって言われる塗んないといいのいいのみたいな感じで言われるけどだってマスクするしとか言うともう何も言われなくなる知らないよって言われますね知らないからね みたいな感じで怖いですね、まあ、後悔するのは自分なんですけどまあ一応まだ反抗期なので知らないよこんばんは今スカ焼き嫌だマジかした方がいいかな日焼け止めでもなんか日焼け止めでってベタベタするのが本当に嫌でわかるみんなあの日焼け止めでベタベタするのが本当に嫌な,嫌なんですよ だかからなんかファンデーション塗ってベタベタするのも嫌なんだけどその上にパウダー塗るからまだ耐えきれるのでもあのパウダーとか塗らないじゃん日焼け止めの上に反抗期じゃないよでもなんか一応その日焼け止めに関しては反抗期ですえもともと地黒で結構わかるなんか結構地黒なんですよ 日傘使ってなないありがとうクマなんか日焼け止め塗らないなら帽子かぶらなきゃなとか思うけどなんか帽子をかぶって行くのも暑いくだ嫌じゃん今日眠いんですよねここに花粉症は大丈夫ですえベタベタしないタイプもあるんだよね日焼け止めってなんかスプレーバージョンとかもあるらしくて今さーってかけるだけで。 ありがとうむすびハートありがとうございます。えのも日焼け止め知ってるよ。あれどうなんだろうね。言いついたおつにじです。ミルクありがとう。まあうちは美術部で美術部なんですけどうちねでも美術部なだったから外に出ないじゃん。で中でしか対してあのあのいないの活動が。 中でしか活動しない美術部なのになんかテニス部の女,女性女帝人の女子テニス部の子よりもあなんか日焼けしててどういうことって思ってやっぱり日焼け止めを塗らないってこれこういうことかって思ってなんかさ室内にいてもさ日差しが入ってたらあの日焼けするとか言うじゃんでもなんかうちその日差しが出てる席が好きでよく座ってたので美術部の時にね どここにでも座座っってていいからいそこ座ってたんだよねやっぱこういうことかって思って女手人の外でやってるから毎日もう全身にこうやって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 みたいな感じで日焼け止めを塗ってたんだけどうちは日焼け止め塗るのが嫌だったから塗ってなかったのこういうことかって思って日焼け止めの大事,大事さはこれで分かったんですよ結局ベタベタするのが嫌で「ありがとうお茶」 駅長のステージの正面で日焼けすんのえ通学時間めちゃくちゃ車でしたありがとうパンえ飲む日焼け止め毎日飲んでえやばいねえ効果あるのかななさそうじゃないまあって感じだからありがとうむすびハートありがとうございますえなんか長野はあの四季なんか四季外線紫外線が強いらしくてめちゃくちゃ太陽の え確かに日焼けするとさ痛くなるよね肌が日揃いってるわやばい <laughs> え絵<え>の展覧会出しましたよ出しました出しました飾られてましたよなんか長野県のなんかにありがとう小判ハートありがとうございますおつにじ照明で日焼けするんだえじゃあしてんのかな今 なんか太陽が結構やばいいらしいですえ、なんかこの前聞いたのが思いつかな、忘れちゃったなんだっけありがとうむすびお茶ありがとうございますなんか東京タワーあるじゃん東京タワーな何メートルだけ東京タワーってあの東京タワーあるじゃんその東京タワーのてっぺんの高さがうちたちが住んでる長野県の高さらしいの意味わかる だから標高が高いじゃん山だから長野県ってだからなんかその東京タワーのてっぺんぐらいの高さに長野県の人は住んでるらしいだからさあの東京とか行って長野に帰る時とか車でえどんだけ登ってんのってぐらいだってこことここみたいなこのくらい登ってさ車で帰ってってるわけじゃんすごくない梅干しありがとうございますおにぎりありがとう みんなツーショット待ってますぜひミルクありがとう3 3 3ルぐらいありがとうお茶ラブレターありがとうございます車通学えっラーメン旅行きましょうじゃんそれは一緒に探すラーメン旅えそそやばくないえどんだけ高いところに住んでるんだろうって思って青ぼみどりありがとうございます パートありがとうございますえだからなんかびっくりしてそれにおつにじですクマのパンありがとうございますありがとう食パンなんか登山で山の方に登ったんですけどめちゃくちゃもう高くてびっくりしたんだけどえトンネル耳痛くなる ありがとうお茶。うんなんかさ画面がえへ <laughs> なんだこれ直らなくなっちゃった画面がなんかバグり中です。えどうしたら直るんだろうこれえどうしたら直る？なんか今日いつもと違う。 ねえ直んないあもうしてみたら確かに確かに確かにあー治直った直った直ったもうしてみたら天才だなありがとうおむすびミルクありがとうございます え眠いうちもなんですよ大して、ね、そんなめちゃくちゃ睡眠不足でもないんですけど眠いんですでも昨日ゆワニャンの配信見てましたありがとうむすびかきれなもココハもううちも見てたゆワニャンの配信昨日お疲れありがとう4人が揃ってましたよ20日連続なんて初めてですめでたい日ですね うちも見てた見てましたよなんかイワニャンが配信始めたみたいなココハが言ってたからありがとう職番見損ねたでもイワニャンね昨日遅かったもんね今あくび我慢してました眠いガチ楽しいありがとうギフト投げてたイワニャンにサイリウムイワニャンに LINE したもん 今サイリウム投げたからって配信中にね岩にあんの <laughs> ネームすぎるうん見てますよとてもあの壇上とか誰がいるかなとかチェックしたりとか今なくなってたわかんないなんかもう最近この配信 の謎の謎安心感が出てきてきわからないんですよねお腹鳴ったとかお腹が鳴っても恥ずかしくないって思うようになっちゃうくらい最新に安心感がありますおつにじえっ結構いろんな方の配信見てて。 春暁を覚えずって夏すぎないえ待ってそれ暗記テストしてなんかクラスみんなの前で言うみたいなやりましたありがとうお茶食パンありがとうございます今日元気満々いいことあったかな今日は結構同期に会えた日でしたね 暗記テストあったよねえなんかさおな鳴るのってめっちゃはずくない4時間目とか3時間目の時とかに本当に学校でおな鳴るの嫌すぎてもう本当に嫌だったんですよいちごありがとうございますパンありがとういちごあのおな鳴るのが本当に嫌であの中学校の頃にあ今日リップ変えたはみ出るリップはやめました今日は。 お腹鳴るの嫌だよね学校でこの瞬間どうすればいいんだろうって感じありがとうパンいちごおむすびありがとうございます春はあけぼのもある咳するふりやばいありがとうおむすび嫌だよね早弁 休憩中に少しだけありがとうございます。静かな授業が本当に嫌なんだよね。はいありがとうございます。なんかあのテスト中が一番嫌なんですよ。あのテストが本当に嫌なるのがでもなんか中三の最後ぐらい最後ってもういないけど別に中三の最後長野の学校にはでもなんか中三の二学期ぐらいから中二 から一緒にいるんだよそのクラスとだからなんかおなお腹が鳴ることにあの違和感がなくて別にそんな恥ずかしいっていうのがなくてその安心感を覚えると何でも恥ずかしくなくなっちゃうんですよこの配信とかでお腹が鳴るとかもそうだけどなくなるんだよねなんか同期とかも本当にそう今ありがとうし見さん ピピカピカありがとうございます。見る度にもありがとうございますえでもなんかお腹が鳴るのってしょうがなくない全校集会とかで全然いるけど今日あの指パッチンしてましたね一人で一人って言ってるかあの同期がいる時に「ありがとうおむすび」。 ありがとうミルク知らないふりしたやばいねおつにじこんばんはでもねあれだよねおつにじありがとうおにぎり熊の熊おにぎりこの熊おにぎり食べたいなほんとにめっちゃこの。 可愛いよね、今回のこのお弁当とかのギフト最近は桜のギフトをすごい見てたので久しぶりになんか桜以外のギフトを見てる感覚ですね最近こんばんはありがとうくまおにぎりありがとうございますありがとうくまおにぎり ありがとうクマおにぎりありがとうございますポールポクさんえ誰だろう職場で言うばッチやばいねお腹の音は好きえバレないね舞台はバレそうだねちょっとありがとうございますポップコーンハートピカピカありがとうおつにいじ なんでうちが今眠いのかっていうのは多分夜ご飯食べたあばっかだからな気がしてあポールマキさん指鉢の帝王やばいじゃん先輩じゃんうちのだるまありがとうございます配信で寝たことある人っていいのかな 最新の放送事故とかってよく見るけどさ寝た人っているのかな先輩ですよ指パッチンは <laughs> おつにし寝たい人いんの大先輩です 12期ね結構なんかみんな入れ替わりで配信してて面白いよねおつにじ <laughs> いるんだ今あくび我慢してました面白いいねありがとうございますうん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 う えー、え寝てたらさバンされるのかなバンはされないか <laughs> みんな入れ替わりで配信してるよねでも全く全然ですよあバンされんのやだハートありがとうございますこんばんは バンされたらさどうなっちゃうんだろうね可愛いいありがとうございますお弁当ありがとう卵焼きが食べたいですおつにいち確かに メンバーが電話かけてくれそうじゃないありがとうかわいいにゃん笑顔が可わいありがとうございますマネージャーから連絡が来そうですねショールもム見てるのかなここみゆきの何時くらいに寝たの 2時ですえみんな何時に寝てる <noise> 料理ね。 え料理したいね料理配信したいけどここベッドなんだよねここみんな声好き嬉しい低いですけど二次 <laughs> まぶたの裏見ていただけ <laughs> お13日公園行きますか緊張しますが盛り上げるように頑張ります「六時起きやばめ」 22時くらい22時はまだお風呂にも入ってなかった気がするあくびうつるうちさあの街中ですれ違った人ですらあくびうつるのやばくないマジであくびがすぐうつるんですけどあの秒、ー、でうつるの。 その目の目前にたまたま通った人があくびしてたらあくびが映っちゃうくらいここ見よしありがとう4時に起きた早いねみんな12時に起きたやばいさんンがまあ確かに あくびって文字を見てるとあくびが出てくるいつでも電話できます助かりますねそれはいいねその日課おつにじカップ麺余裕ですね劇場であくびやばめそれはえ犬とか猫の見ても映りますこんばんは ピカピカありがとうございますお団子おむすびありがとうございますえ、そめ細くしてるときうち悪病我慢してるかくしゃみを我慢してるかハートありがとう悪くめむすびの相手に共感してるんだ眠いっていう共感かなグッドありがとうノーネームココミンですね目で覚めるのっていいよね り大なんなどこに行ってたの寄り道ってマジであくびやばいねありがとうございますおむすびハートありがとううち学校でくしゃみしたことなくてあのくしゃみを我慢するっていう魔法を持っててあの学校でくしゃみしたことないんだよ本当に授業中とかにさくしゃみするのって本当に嫌だったのだからないんだよね くし,ゃみしたこと学校でハートありがとうピーカーピーカーありがとうございますメールで見たらまるちょあのらんまるマジでかゆすぎてやばくない結婚してありがとう JK 何か中学層と中学層 <laughs> 中学校とかありましたかえ何かな 特に何も全く知らない人ばっかになりました魔法レベル高いでしょえなんか学校でくしゃみするのがなんか嫌だったんですよ <laughs> 学校であくびは余裕であります 魔法をたくさん使います笑顔の輪嬉しい笑顔の輪かわいいなブラックコーヒー飲んでえブラックコーヒーさ飲んだことない全く知らない人だらけになりましたありがとう熊のパン今日もかわいいねありがとうおむすびありがとうございます 4444ありがとう幸せの4ですうん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 ん睡眠ンココミンやばいココミを好きになる魔法なりますようにみんながいの祈るねそれは魔法じゃなくて祈ってます常におついにじマジで映るよね ありがとうございますおむすびはい12期研究生の高校1年生15歳ココミこといとこミみです <laughs> ねえみゆちゃん16歳になっちゃう可愛い,いありがとうございますでもうちんまだ15歳悲しい <laughs> 毎日幸せになるかね嬉しいありがとうございます かわい,いありがとうこんばんは久しぶりお久しぶりです配信みうちゃんは配信できるようになるんですよ22時までピエンですそれ高校1年生からにしてほしいよねあと1年 公園にも出れないし、お久しぶりです。最近 K、T ゥ公園のキャッチフレーズを覚えてます。出るので、でもこの前あの劇場見学に行ったんですけど、K、T ゥ公園のあの。 キャッチフレーズっっててていいなって思いなな思がら見てました時間の関係はとてもあの嫌なんですけどあの,あのマネージャーさんが多分うちが時間の関係で悲しんでることを知ってて多分とても悲しんでるじゃんうち時間のことで。あの公演に出れないとか配信ができないとかいろいろ。で あの悲しんでるからあのたくさん話しかけてくれますあま話しかけてくるっていうかなんかなんか年齢は頑張ろうねみたいな感じでとうとうありがとうございます可愛い,いありがとうハートありがとうございますキャッチフレーズねどうしよう優しい世界声だし音じ ない、可いいありがとうございます時間がない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 15です15ここにシンデレラかだからね魔法が解けちゃう前に8時前に皆さんの目の前からは消えます <laughs> えいいの、ね、それそうしようそれにするわあのー、シンデレラなので20時にはあの魔法が切れちゃうっていう えそれいいなありがとうおむすび <laughs> 国民友達ゼロありがとうおむすびミルクありがとうございますお茶ありがとう天むす天むすありがとうございます栗みたい消えないで志口仁の生クのみ待ってます えらいありがとう。聞いたことある。卸 <laughs> 島さんもその制限の時間を長く過ごした。えだよねだって本当にさミレイさんとかあでもミレイさんとかもそうだよね。ミアビームとかも多分それなわけじゃん多分。ミルクありがとうございます。って考えると自覚そんなことで悩んでたらって思う。 お友達ですよ今はもうもううすでに天むすお茶ありがとう天むす食べたことないんですよミルクありがとうございますクのパンありがとうクラスナンバーワンの未少女はないですミルクお茶ありがとうなんかうちのクラス可愛い子めっちゃ多くて全然あれだったんですよ星ハートありがとうございますお シンデレラの靴だそうなんですよ仕事終わったおつにじですおつにじ自分自身との戦いピカピカありがとうハートありがとうございますミンデレラそうなんですよ仲いいメンバーが12期のもう上組なんですよだからあのこの前のミカンのやつとか まあ、いやには体調悪くて出れなかったんですけどそういうのもあって悲しいって思いながらファイトありがとう高校のクラスあんまりあの顔見てないんですよ見てない <laughs> えっ「メロンのフラピチーノ見たよ」飲んでるのありがとう飲んでくれて 星ありがとうクラスに SK メンえ全然バレてないですあの影を消す方法魔法を持ってるのでいや国民レベル以上がいたんですよクラスには「星ありがとうクマのパンありがとうございます」ユアニアのお二の席ってうちじゃないじゃん顔見てない <laughs> バレてないよ え高といいななんか見た X に載せてくれてたよねありがとう桜の景色が綺麗でした可愛いか好きなのえ嬉しいありがとうございます感動名言みたいな名前でバレてそうねおじありがとうおつにじハートありがとうございます早く16歳になりたいです でも年を取りたくないですハートありがとうえキャッチフレーズって書いても大丈夫なの <laughs> あさっての公演待ってますおつにじピカピカありがとうえ桜たくさんありがとうね本当に留年気をつけます 大学も芸名とかなんかさ気になるよねありがとうお弁当にじにじありがとうございますレインボーありがとうものすごっキャッチフレーズね 大人になったら恥ずかしくなるようなキャッチフレーズやばいね。それは変えるわ。大人になったら。にじいちゃんは上手と下手。下手です。ありがとうむすびミルクありがとうございます。明日が十二月八日でありますように。明日朝起きたら十二月八日でありますように。本当に常にそれを願っています。 またねありがとう来てくれて誰もありがとうございますミルクありがとうリンボースターありがとうございます文字え全然見るんだけど減らさなくて OK だよここみはメイクなしで全然えでもちょっとメイクしないとちょっとヤバくないあなたの心に虹をかけます お茶ありがとう、再もありがとう、え、いいね、虹使いたいけど。なんか、みんみんこくみん。結構、定着してるので。なんか、みんみんこくみん、ちょっと買いたいなって思ってるんですよ。ありがとう、青の、青梅おスキ月。ありがとう。 おにぎりありがとうギフトありがとうございますセリウムありがとううちも寒いの嫌いなんですけどあの夏派ですありがとう虹虹がかかりましたハートありがとうセリウムお茶ありがとうございます 中華料理屋確かに明日十2月4日と誕生日ゼロだあプレゼントでもそれでもいいですこの年齢制限がなくなるってことがすごく特大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 ぐらいな超大きいプレゼントですありがとうサイリウムこんばんは虹も入れたいよねうちありがとう なんかあの自己紹介で「はい12期研究生の高校1年生長野県出身15歳」って言った方がいいよってこの前同期で話したんだよね初の長野県出身なんだしみたいな入れようか迷ってますただいま仕事から家に帰ったおつ虹ですおつ虹おにぎりありがとうハートありがとうございます星も心に虹をかけたいいいよね 極大大大ぐらい自分の年齢分けてください一歳でいいので一歳でいいので分けてくださいハーありがとう <laughs> 長野氏入れた方がいいと思う今日ここみんが押すブランドの T シャツどこですか長野県民じゃん 年めっちゃ1歳でいいから分けてください唯一無二初の長野県出身目が腫れてるえだよね長野県出身っていいよねハー <laughs> ありがとうございます虹色20歳 わいやばめもう卒業発表しなきゃって思っちゃうありがとう音符ありがとう食パン音符ありがとうございますじゃじゃんえ二20歳とか言ったらさ35歳なんだけどリンボスんありがとうございます星あエ A ブの T シャツ どんなやつにしましたかどんなやつにしましまたいプンの T シャツはハートありがとうユキニンさん超えちゃったよありがとうおにぎり10歳25歳え何歳欲しいかなえもし1歳一歳ください欲しいありがとうございますふふん信州美人博多美人みたいな信州美人であればいいのに こんばホんシありがとうございますいい寸あげてもこっちは大して変わらないでもさその10代の1歳ってめっちゃ大きくないエプって迷彩えっ迷彩だよねわかる可愛い,いですよね「新州美人国民で」であの 流行語大賞にお願いします <laughs> みんみんここみ一歳なんて5歳誰だ,だよね今画面の見え新州美人が見るかありがとうございます食パンもお茶おむすびありがとうございますえ明日ね誕生日なの明日誕生日なの 誕生日なのアイスありがとう X とかならねめちゃくちゃ見れるよあの写真ぜひ X にアップしてねありがとうおむすびまあ15歳16歳になりたいって言ってたら多分一瞬で16歳は来ると思うので今を楽しみます背番号 15ですね背番号いちごですりょ明日誕生日なの本当にその1年をここみちゃんにあげたいぜひくださいう誕生日くださいって言ったらうち何歳になっちゃうんだろうねみんなに今でしょいちごちゃんですおめでとう誕生日 え、なんかさ、昨日もさ誕生日の方いたんですよ確かねおめでとう誕生日何歳かわからないですけど楽しい一年になれますようにねこの一年たくさん会えますようにと願っときます 私何時食べくるのを恐れております生誕ティー年齢が背番号めっちゃ可愛くない <laughs> ありがとう熊のパンでもうちも一110553で伊藤ココミだから数字もいきますハートありがとうおめでとう誕生日たくさん祝われてここみんな一年になりそうに。 ここみんなここみんなここみんな一置になりますようにそうですねここみんで埋め尽くされますようにありがとう食パン一一ゼロ五五三で伊藤ココミですよ最近何流行ってますかえ何かな最近流行ってるものないよね 最近のマイブームは食べることです。パスワードぜひ110553で。今日めっちゃココハだけ付いてきてさあのこれがうちだとするとさこれがうちだとするとさもうもうこんなぐらいもううちさ潰されてた半分ココハに今日の一日っていうか夕方ごろこんな。 めっちゃ面白かったよココハも558ですやばい生誕ティーのデザインしなきゃね明日が誕生日だったらじゃじゃんココハ浦山愛されてますよココハにとてもココハからツーショット送られてきたマジマジか めっちゃ面白かった。ココハ、君さんに会いたくて仕方がないらしくて、あのちょっとヤバめだから助けてきました。め <laughs>、ココ見百五十八センチもあるあってびっくりですよね。星ありがとう。五十六分。<laughs> ココミなんかうちいつも小川と写真撮るとなんか「も,もっと普通にして」って怒られる「はありがとう」え「えもういい」って言って写真を撮るのやめられるからうちが「いやもう一回撮る撮る」って言って何回か変顔するんだけど13位シナモンの方ありがとうございます12位は大村杏樹さんのうちやを持った方ありがとうございます11位はキロッピーありがとうございます 10位は、猫のマカロン抱いた方ありがとうございます。10位は9位、10周年の旗を持った方ありがとうございます。8位は、かっこいい女の子ありがとうございます。ショートの黒マスクのありがとうございます。7位は、ポチャッコの方ありがとうございます。6位は、猫のかぶり物をかぶった方ありがとうございます。 5位はうさぎのピースありがとう今のカルビスみたい体にピースみたいな4位は猫の鈴をつけた方ありがとうございます3位は岡本さんのお気合を持った方ありがとうございます2位は石塚さんのアバターの方ありがとうございます1位は歌舞伎の方ありがとうございます歌舞伎ありがとう1位 今日来てくれた方もコメントくれた方も。わーい！ありがとう。えっと今日来てくれた方もコメントくれた方もたくさんありがとうございました。 私たち相性が悪いのが。ありがとうございました。はい,い。これで魔法が切れてしまうので。今日もかえってありがとう。 久々だがやはり楽しいありがとうよかった久々で楽しくて私たち相性が悪いのかなバイバーイ大好きだありがとうおりがと私たち <laughs> 頑張って配信見れたから。ありがとう。おやすみ、イワニャンの。ありがとう、ハートありがとうございます。<laughs> お疲れちゃん。<laughs> あの、イワニャンの配信に見る方多いと思うので、多分、イワニャンのところで再会すると思います。おやすみ。 おつにじでしたおむすびありがとう